東武鉄道東京スカイツリーは東京都墨田区押上の1-1-2にある電波塔であり東京のランドマークの一つである2012年2月29日に完成し同年5月22日に電波塔観光施設として開業した観光商業施設やオフィスビルが併設されており電波塔を含め周辺施設は 東京スカイツリータウンと呼ばれている。東武鉄道及び東武グループのシンボル的存在である。最寄り駅は東京スカイツリー駅、押上駅で両駅と直結している。東京スカイツリーについての名称、ロゴマークシルエットデザイン、完成予想コンピュータグラフィックスといった知的財産は東武グループの一社である東武タワースカイツリー株式会社等の著作権及び、 商標権により保護されている。このため公式案内では、東京スカイツリーとマークが記載されている。既存の電波塔の東京タワーが位置する都心部では、超高層建築物が林立して、影となる部分に電波が届きにくくなっていたほか、ワンセグやマルチメディア放送といった、携帯機器向けの放送を快適に視聴できるように、するなどの目的もあって、 2000年頃から首都圏各地で新タワーについての誘致活動が行われていた。2003年12月には日本放送協会と在京民間テレビ局5社が600メートル級の新しい電波塔を求めて在京6社新タワー推進プロジェクトを発足。新タワー構想を推進していくことで建設に向けた計画に進展がついた。 事業主体は、東武鉄道の完全子会社である、東武タワースカイツリー株式会社であり、同事業費は、約500億円とした。このために、同社は500億円のユーロ債の CB を発行して、資金調達を行っている。建設費は、約400億円。総事業費は、約650億円。施行は、大林組、設計は、 日券設計である。テレビ局からの賃貸料を呼び、観光客からの入場料などで収益を得る、見込みであった。東京都墨田区に所在する京成押上線、都営地下鉄浅草線、東武スカイツリーライン、東京メトロ、半蔵門線の押上、スカイツリー前駅と、東武スカイツリーラインの東京スカイツリー駅の間に、挟まれる、東武所有の貨物駅跡地、 および2007年まで生コンクリートを製造していた東京 SOC、成平橋工場の跡地に建設された。同地区は、航空法上、東京国際空港の制限表面の外側水平表面が被さる地域であるため、空港標点の海抜295メートルまでの建造物しか建てられなかったが、2005年4月28日に、 高さ規制区域が見直されて建設可能となった。2008年7月14日に着工され、3年半の期間をかけて2012年2月29日に竣工した。2012年5月に展望台として開業し、2011年12月から2013年5月にかけて放送局の試験放送並びに本放送を実施する計画であった。 東京タワーの建造時に比べ鋼材の品質や溶接技術、各種構造計算などの設計技術、基礎部の特殊な工法が大きく進歩したことにより、東京タワーの建築面積を大きく下回る、面積ながらこの高さの自立式鉄塔の建設が可能となった。また、全体の主要接合部が溶接により建設されているが、 交換同士を直接溶接接合する分岐継手を採用し、軽量化と耐震性を増している。主要鉱材は H 鉱ではなく交換が使用された。構造が鉄骨作りとしては稀に見る複雑さであり、各部材に要求される寸法等の精度も一般建築物とは桁違いであるため、鉄骨部材を作成する工場のうち国内のレベルの 高い工場の多くは一時的にスカイツリーの部材製作で繁忙を極める状態となった。このため溶接作業の一部には手作業による職人技が寄与している部位も多分にある。2006年5月に第一生命経済研究所が出した予測によると開業から1年で300万人が訪れると仮定、経済効果を473億円と試算している。 また2008年1月公表の墨田区新タワーによる地域活性化等調査報告書では東京スカイツリーへの来場者を年間552.4万人東京スカイツリーに併設される商業施設などを含めた開発外区全体での来場者数を年間2907.9万人と試算している 世界の塔の高さランキング1、東京スカイツリー2、高州塔3、CN タワー4、オスタンキノタワー5、アズママサアキダマ、電子塔6、ボルジェミラード7、クアラルンプールタワー減損する、電波塔としては、四川式鉄塔のクブリー TB 塔の628.8メートルを上回る、世界第1位。2011年11月17日に、世界一高いタワーとして、 ギネス世界記録の認定を受けた。人口の建造物としては、ブルジュハリーファの828メートルに次ぐ、世界、第2位となる。東京都心部で立ち並ぶ200メートル級の、超高層ビルの影響を受けない、高さとして、NHK と在京民放ー局5社が、600メートル、という数字を要請し、着工当初は高さを610.6メートルとする、計画であった。 建設計画を策定する中で当時世界一の高さのカナダ・オンタリオ州トロントにある CN タワーを上回る。またアメリカ入りの一州シカゴに建設予定のあったシカゴスパイアのアンテナを含めた高さが約2000フィートだったため610メートルという数字になったという構想段階では世界一高い建造物を目指していたが 完成時の高さを非公開にして建設していたブルジュ、ハリーファが高さ828メートルで完成した。2009年10月16日に計画を修正し、高さ634メートルを目指すことを発表した。数字には、東京近辺の旧国名である武蔵国の語呂合わせも考慮したとしている。当初は、東京タワーの2倍の666メートルの 計画だったが、設計者から少し低い高さにすべきと言われ、戦争寺が創建された628年にちなみ628メートルの案もあったと、根塚霞東部鉄道社長は2012年5月14日の開業記念式典後の記者会見で秘話を語った。東京スカイツリーの作図されたシルエットと地上が、正三角形で次第に丸くなり、H320 で、 ほぼ深淵となる断面2006年11月24日にデザインが公表された以下の3つのコンセプトに基づきデザインされている島内部は円筒になっており外側のトラス部分と構造的に独立させ地震などによる揺れを抑える精神構造となっているタワーを設計した日建設計はこの精神システムを50島になぞらえて 新柱精神と呼んだことなどから、マスコミから50頭の技術が用いられたかのように、報道された。しかし、50頭の精神構造は解明されておらず、実際には、現代の精神技術を応用したものである。また、アンテナが取り付けられる、ゲイン等の上には、精神装置が設置され、新柱自体の重みとともに負荷質量機構を、形成する。 原因ン島外周の直径約6メートル、アンテナ外周直径約8メートル。タワーの水平方向の断面は、地面真上では、正三角形であるが、高くなるほど丸みを帯びた三角形に変化し、H320 で円となる。外観は、怒りや日本刀の緩やかな、反りの曲線を生かした、日本の伝統建築の発想を駆使し、 そりの美的要素も盛り込まれている。このため、タワーを見る方角によっては傾いているようにも裾が非対称になっているようにも見える。2009年2月26日にカラーデザインが公表され、スカイツリーホワイトと決定された。これは日本伝統のアイジロをベースにした独自の命名のオリジナルカラーで青みがかった白である。 なおエレベーターシャフトはグレー、展望台はメタリック色、頂部は鮮やかな白である。2009年10月16日にライティングデザインが公表された。江戸で育まれてきた新域の域と美意識の雅という二つの異なるライティングを一日ごとに交互に変えるライティングである。このライティング機材や調光コントロール全般は 東京スカイツリーのオフィシャルパートナーのパナソニックが、受け負い、ライトアップのすべてを、LED 照明とした。なお、宮尾は、ピンクすぎず青すぎない上品な紫色を目指しており、このような色の LED は、従来にはないため、オリジナルの LED を新たに開発するとしている。また2010年10月13日には、LED 実験のため、51台の照明器具で、 数時間だけライトアップされた。完成時には1995台の照明器具が使用されている。2017年5月18日には開業5周年を記念して新たなライティング、のりが追加され、以降は3つのライティングを1日ごとに交互に変える、方式に変更された。 2019年5月16日から2020年2月19日にかけてライティング増強工事を行い、照明機器数が2075台から2362台に増設した。ゲイン灯部分がフルカラーで点灯できるようになるとともに、灯体250メートル付近と150メートル付近の中間部に連続性のある点灯演出が可能となった。 2020年2月27日に、行き、のぼりのデザインを以下のようにリニューアルした。これ以外にも、特定日には、スペシャルライトアップが行われる。以下は、過去に行われた、ライトアップ。中には、通例化しているものもある。正式名称決定までの歌唱は、新東京タワー。正式名称は、 一般公募によって寄せられた18,606件の命名案の中から、まずは有識者10人で構成される新タワー名称検討委員会によって6つに候補が絞り込まれた。言葉の美しさや親しみやすさなどを基準に、東京スカイツリー、東京エドタワー、ライジングタワー、ミライタワー、夢見アグラ、ライジングイーストタワーの6つが名称候補として選ばれ。 2008年春にインターネットを通じて一般投票を行った。その結果、最多得票の東京スカイツリーに決定した。なお公募で最も多く寄せられた大江戸タワーはタワー建設予定地近くにある和菓子屋がタワーの名称決定を見越してすでに商標を取得しており、3位の桜タワーも以前から高輪プリンスホテルには 桜タワーがありすでに商標登録も行っていたために使えなかった。歌唱として使用されていた新東京タワーも既存の東京タワーに似ており、建物も東京タワーを管理する日本電波当社とは全く関係がないためそれぞれ候補から外された。一候補地だった時期はプロジェクトホームページで墨田タワーという名称が用いられていたが、 台東地区と連携した2007年夏頃からは見られなくなった。東京スカイツリーは東武鉄道と東武タワースカイツリーの登録商標である。日本一の建造物、さらには世界一の電波塔という大きな話題性から完成前から各種マスメディアで大きく取り上げられた。テレビでは建設中のスカイツリーを取材した特番が 時折放送されるようになったこともあって、建設期間中から東京の新名所となっており、休日ともなれば、タワーを撮影する者や見物人で周辺は混雑している。また、全体の冷暖房には、日本初となる地中熱を利用した地域熱供給システムが採用されており、その点からも注目されている。送信アンテナは、 ゲイン島の頂上部に1曲分80機の地上デジタルテレビ放送用アンテナが8曲分用、うち1曲分は予備アンテナが設置され、その下に東京 MX 用の放送アンテナが設置されている。高さ550メートル付近に FM ラジオ用アンテナ、その下にマルチメディア放送用アンテナが設置されている。送信機室は、 展望デッキのフロア350の上にある H360 のフロアに設けられている。計画案では従前の東京タワーとほぼ同等のエリアを確保するとしていたため空中宣電力は全局東京タワーで送信していた出力と同一である。埼玉県、千葉県、神奈川県ではスカイツリー移転後も独立局用に茨城県では NHK ミト放送局用に UHF アンテナを複数設置する必要があることによる混合機の追加措置が必要になるケースもあった。東京 MX 以外の在京テレビ6社は、工術の試験放送を経て、2013年5月31日から本放送を開始した。一方、東京 MX については NHK ミト放送局の地上デジタル放送の 物理チャンネルと重複し、それに伴うスピルオーバーによる渾身の対策を行うため、物理チャンネルの変更が決定。その切り替えを行うため、2012年10月1日から東京タワーとのサイマル放送を開始し、同年11月12日から東京タワーからの電波を段階的に弱めていき、2013年5月12日正午に、 東京タワーからの送信を終了、スカイツリーからの送信に一本化した。なお、放送大学のテレビ放送は従来通り、東京タワーから送信され、スカイツリーからは送信されない。また、災害時の放送バックアップ体制として、災害などにより、東京スカイツリーから放送電波を送信できない場合に備えて、東京タワーを、 予備の電波塔として利用する契約が2010年9月27日に日本電波塔株式会社と在京テレビ6社との間で結ばれている。在京 FM 局のうち JWAVE と NHK 東京 FM の2局が東京タワーからの送信書移転を申請2011年2月3日に変更許可が下り、 2012年4月23日より FM 本放送を開始した。同時に NHKFM 放送を使用した VIX の文字多重放送についても、道路交通情報通信システムセンターが申請を行い、全2局とともに変更許可を得ている。東京タワーでの放送時の空中線電力は1 0ットだったが、高所設置に伴うスピルオーバーを防ぐため、 東京スカイツリーでの空中線電力は3割減の7キロワットに減力されている。ただし送信点高が東京タワーよりもはるかに高くなったことと ERP が逆に約3割増しの5 7ットで送信されているため実質的な受信可能エリアは広くなっている。一方、インターフェム並びに放送大学ラジオ東京 FM は 従来通り東京タワーから送信され、東京スカイツリーからは送信されないは2018年10月30日で廃止。このうち、東京 FM は2013年2月11日に、送信用アンテナをアナログテレビ放送終了で空いた、地上高333メートルの東京タワー頂上部に移転しており、これにより、 スカイツリーから送信している2曲と同等以上の出力で送信が可能となっている。インターフェムも2015年6月30日より周波数を変更した上で従来より高所にアンテナを設置して送信を開始している。また東京タワーの NHKFM の送信設備は予備用として残されている。移転初日には JWave と NHKFM が 展望デッキから移転記念特番を放送した。またスカイツリー開業初日には J-Wave と日本放送が共同で東京空町にあるサテライトスタジオ東京スカイトリータウンスタジオから放送した。なお日本放送は同日朝に同スタジオから放送しておりオンエア自体は日本放送が先となる。2014年9月3日には TBS ラジオコミュニケーションズ、文化放送、日本放送の関東広域 AM ラジオ3社に対し、FM 保管中継局の予備免許が付与された。全国としては3番目、関東地方では、初の免許付与となる、AM 放送の FM 保管中継局で、3社共同で、スカイツリーにアンテナを設置し、2015年10月5日より、 試験放送を実施、落成検査、本免許交付を経て、同年12月7日13時より本放送を開始、同日には展望デッキから三局合同の記念特番の放送を行った。開局後は、災害発生時に AM 親局送信所での放送継続が困難となった場合の対策や、都心部の難聴取、雑音等の解消を目的として、 AM とのサイマル放送が行われる。うーんびおよびジャパンモバイルキャスティングによる携帯端末向けマルチメディア放送。モバキャスはスカイツリーに4段16面のアンテナを設置、スカイツリーからの送信で関東全域約1600万世帯をカバーできるとしていた。2011年9月14日に電波管理審議会から 予備免許を交付することが適当であると答申を受け、翌15日に予備免許の交付を行った。2012年4月1日に、うーんびが運営する n o t v が放送を開始、スカイツリー発の本放送送信局となった。2015年11月27日、モバキャス及び NotTV の,のサービスを2016年6月30日に終了すると発表。 同日正午をもって放送を終了した。なお VHF 老体のマルチメディア放送は関東甲信越地区の企画ブロック別ソフト事業者である株式会社東京マルチメディア放送に東京 FM や JFN 系列各局と伴いに東京タワーの運営会社である日本電波等が出資しており2015年12月7日に 東京 FM などが出資して設立した株式会社 VIP に対し東京タワーを送信書として本免許が交付され2016年3月1日にアイディオのサービス名で放送を開始した2020年3月31日運用終了閉局特別区竹造交通券を営業エリアに持つタクシー各社は 港区赤坂の国際新赤坂ビル、西立の鉄塔に集中基地局を設置していたが、都内各地で高層ビルが相次いで建設されたことで、俯瞰地帯が増加していた。そのため、東京スカイツリーへの移転が行われることとなった。地上300メートルの位置にアンテナを設置し2011年10月から1ヶ月間、昼間の時間帯に試験電波を発信。 2012年3月より、業務無線の運用を開始、4月23日から、本運用を開始している。地上デジタルテレビジョン、放送 FM ラジオ放送マルチメディア放送配止日、2016年6月30日落雷の、仕組みを解明するために地上497メートル地点の、ゲイントーネ元部分に、落雷の発生を常時監視し電流の大きさや、 波形の変化などを記録する計測装置のロゴスキーコイルが六角形状に囲んだ形で設置されて東部タワースカイツリー東京大学生産技術研究所電力中央研究所の三者共同による研究が2012年3月より始まったゲイン島が伸びる高さ500メートル付近では年間20回から30回の光なりが予想されており 地上よりもデータが多く蓄積できる。高さが500メートルを超える超高層建築物への計測装置の設置例では、カナダの CN タワーだけで今後世界的に珍しい研究成果が期待でき、この成果をもとに雷被害防止や雷に強い電子機器の開発につなげたいとしている。2017年6月11日にテレビ東京で放映された番組 日曜ビッグバラエティ、撮影許可、取れちゃいました。ガチ交渉。テレビ初公開を連発 SP における、電力中央研究所担当者の説明によると、観測開始から5年間で62回の落雷があった。防災科学技術研究所が H458 の場所に観測施設を設け、上空で発生する雲のデータを集めている。 国立環境研究所が H250 の場所に観測スペースを設け、基本的に大気中の二酸化炭素排出量を捉えるデータを集めている。統計により石油や石炭の使用量も計算の下算出されている。宇宙空間を含む超航空と地上では時間の流れが異なる。超航空では重力の作用が弱まるためにわずかに早まると。 一般相対性理論で唱えられていたが、東京大学の実験グループが展望回廊フロア450と地上にそれぞれ設置した2台の光格子時計を比較したことで、これが実証された。時差は1日に450億分の1秒。東京スカイツリータウンの各施設の中核として、東京エリアの観光、産業拠点の形成と地域社会の活性化。 国際観光都市東京実現への貢献が期待されている。1階東京スカイツリー団体フロア、4階東京スカイツリー入り口フロア、5階東京スカイツリー出口フロア、高さ350メートルの第1展望台と、同450メートルの第2展望台からなる。大規模な地震が発生した場合、あるいは台風や、強風などによる、天候悪化が懸念される場合は、 安全を優先するため営業を休止する場合がある。営業休止、営業終了、当日券販売終了となる場合は、ホームページにて告知がなされる。当日券購入後は、展望デッキへ強制入場となる。なお、一度退場した後の再入場はできない。2019年4月からの入場料金は平日と休日に区別されての販売となる。 休日料金は、土日祝日、お盆休み、年末年始期間の繁忙期に適用される。東京スカイツリー展望デッキ第1展望台の展望デッキ展望デッキのガラス床東京スカイツリー展望回廊第2展望台の展望回廊展望回廊へは、フロア350のチケットカウンターにてベッドチケットを購入し、 専用エレベーターでの入場となる。スカイツリーテラスツアー2018年10月23日営業開始。H155 地点にある屋外を見学できるガイドツアー。風を感じながら、スカイツリーのダイナミックな鉄骨越しに見る眺望だけで、なく、東京スカイツリーの構造やライティング用の LED、照明、設備点検用の点検フォロー。 展望デッキ行きのエレベーターシャフト3気分の昇降路が見られる。専属ガイドと共に紹介するツアー。事前予約は、不可の当日販売。1日12回実施される。特定日、繁忙期を除き、毎日開催される。2019年10月2日から午前中のツアーも開催され、それと同時にヘルメットの着用は、 不要になり、ネックストラップに通した一眼レフカメラ等が持ち込み、可能になる。展望シャトル入り口、出口フロアと展望デッキ、展望回路をつなぐエレベーター。シャトル内には、地元墨田区のデザイナー高橋正美による桜や、墨田川などをテーマにしたパネルが設置される。1から6号機は、東芝製、7から13号機は、日立製である。 2013年4月から東芝、日立のアナウンスで、上高速新自動放送が付加され、ドアが開きます。指などを挟まれないように、ご注意ください。足元の段差にご注意くださいと3回アナウンスが流れるようになった。2015年3月から、展望デッキ行きエレベーター4機は順次改修工事が行われ、エレベーターは強風に耐えられるように工事が実施されている。 いずれのエレベーターも乗客を定員いっぱいまで乗せるためにエレベーターガールは配置されていない。スタッフは以下6職種があり、ユニフォームは東山めぐみによりデザインされている。2020年10月1日から新ユニフォームを使用開始した。衣替えに合わせて秋冬、春夏に区別している。光の束を上空に向け新東京タワーの高さを表現。 2007年10月6日、撮影東部鉄道本社ビルに下がる、新東京タワー建設地を示す垂れ幕。2008年4月12日撮影名称工房中の、新東京タワー建設予定地前景。2008年4月12日撮影タワー建設中の、空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成当日限りとされたライトアップ照明機器性能試験の様子。2010年10月13日撮影2010年12月24日25日のクリスマス時期に工事用の照明を夜8時まで点灯2011年3月18日到達の現在のタワーの高さ634メートル。 翌19日撮影2011年12月23日24日のクリスマス時期と31日の大晦日の照明、在京六社新タワー推進プロジェクトは、新タワーの建設地を第一候補地は、墨田、台東エリア、第二候補地は、埼玉新都心としていたが2006年3月31日に、墨田、台東エリアに決定した。決定までには、 東京の各地で、いくつもの誘致活動が行われた。墨田区第一候補地になっていた東京と墨田区、成平橋、押上地区は、東武伊勢崎線の成平橋駅構内の一部と、押上駅との間にあった、貨物駅跡地を中心とした地域である。跡地所有者は、東武鉄道であり、同社は、事業主体として建設費、約500億円を負担するとしている。 2005年8月25日、同社が NHK 在京6社と墨田区との間で建設決定を協議するための3社間確認書を交わし、12月末に最終決定することで合意したため、墨田区を候補地として決定することが有力となった。しかし、現在の東京タワーを改修して使う案も消えていないことと、 放送事業者側と東武鉄道の間で新東京タワーにおける賃貸料をめぐる交渉が難航していたため12月26日に年内の決定を断念して翌2006年3月末までの決定に変更した決定時期が延期となった理由について墨田区と東武鉄道は競技時間が不十分だったためと説明した 2006年3月25日に NHK と在京6社は墨田区に建設することを正式に決定し、同月31日に報道発表がなされた。港区東京タワーの運営会社である日本電波等は2004年夏に放送事業者に対し、 東京タワーの高さを現在より30メートルほど高くして、アナログテレビ放送終了後に、アナログテレビ用アンテナを撤去し、デジタルテレビ用アンテナに取り替え、送信アンテナ位置を現在より約90メートル高い地上350メートルに設置するとの案を示した。この案の場合、新東京タワーの建設費約500億円に比べて、 回収費用約40億円と割安であり、各局の新タワーに比べて、放送施設賃貸量に大きく差がつくと言われている。同社は、収入の約6割を、放送関連設備などの賃貸量から得ており、新東京タワーが完成した場合、放送事業者の設備がすべて東京スカイツリーへ移ってしまうなど、大幅な収入源となる。 これらの動きはさほど報道されなかったが、同社は2007年9月21日にアンテナを80メートルから100メートル高くし、地上デジタル放送への完全移行に対応することを発表し、報道された。練馬区高さ1008メートルの東京ワールドタワーを新東京タワーとは別に、練馬区の誘致団体東京ワールドタワー推進協議会が 西武鉄道系列の遊園地、豊島園の敷地約2万平方メートルに建設を目指して、西武とロッテグループなどとの共同で誘致活動をしていた。なお、タワーのデザインは西武潜在中で漫画家の松本玲二が担当した。新宿区東日本旅客鉄道新宿駅南口の山手線や中央線の線路上空に基盤を整備し、 600メートル級タワーの建設を JR 東日本が構想していたもの。建設費は約500億円と試算。各放送局との距離の近さ等を売りにしていたが、当時の運輸省が航空法の改正により、将来的に羽田空港離着陸の航空機に対して新宿上空経路を解禁することを計画していたため、同省から、 飛行機運行上の支障になるとの指摘を受けて、計画は立ち消えとなった。豊島区サンシャインシティの隣接地にある、独立行政法人造兵局東京支局の敷地に、高さ600メートル級のタワーを誘致する活動を、特定非営利活動法人東京アーバンクリエイト21が行っていた。また、サンシャインの広場と合わせて、防災用の広場ともなっていた。 なお、豊島区は前述の東京ワールドタワーの誘致活動にも参加していた。台東区商店街や観光連盟など民間主導による台東ワールドタワーの誘致活動もあった。場所は台東区立墨田公園や区民会館の周辺地区で高さ600メートルのタワーを建設する計画だった。足立区東6月町の日本放送、アンテナ跡地下。 トネリ公園敷地内の2カ所にタワーを誘致する計画もあり、共に高さ600メートルのタワーを建設する計画だった。千代田区秋葉原駅前の駐車場に高さ800メートルのタワーを建設する計画もあり、オフィスやアミューズメント施設も入居する複合施設として計画されていた。なお当初は現在ロータリーや秋葉原クロスフィールド、 東が立地する山手線沿いの東西が再開発前であり、高架をまたいだ600メートル級のタワーを構想中という報道がされていた。同駅前には800メートル級を想定したタワー模型が設置されていたことがあった。埼玉市埼玉県と埼玉市は第二候補地として大宮大地上に位置する埼玉県埼玉市。 中央区の埼玉新都心の8から1映画区に埼玉タワーを建設する構想を提唱していた。埼玉タワーは在京6社新タワー推進プロジェクトにより東京の震災時のバックアップ機能が優れているとして、墨田、台東エリアに次ぐ候補地となっていた。埼玉県並びに埼玉市の関係者は埼玉に対するイメージアップ等を機として懸命に 埼玉タワーの誘致活動を実施したものの、電波の渾身世帯が約14万世帯に及ぶと想定され、これは、墨田、台東エリアとの比較で約7倍の規模に達し、その対策費用もより巨額になるという理由から落選した。埼玉タワーの建設予定地だった埼玉新都心の8から1平外区は暫定的に駐車場として使用されており、 2008年3月に高さ186メートルのオフィス用超高層、建築物を建設することで正式に決まったが、世界金融危機の影響で開発担当企業が規模縮小を要望、埼玉県と埼玉市がこれを拒否し、2010年に再び白紙となった。2011年には埼玉赤十字病院や埼玉県立小児医療センターなど、 建物が老朽化している県内既存医療施設の移転案が浮上し、2017年に移転が完了した。関東圏に新しく電波塔を建設することの利点と問題点が議論されていた。北関東では地理的条件で宇都宮、春名波が受信できず、タワーハの受信レベルでさえ低い地域でも地上デジタル放送を受信することができるようになる。 県域局の東京 MX が茨城県などで渾身の少ない16チャンネルへ変更となり、さらにスカイツリーへ今のままの送信出力、指向性なしで移転することで実質的にエリアが拡大することが期待されていた。一方で東京 MX は親局を東京スカイツリーに移し、東京タワー以上に高い位置から送信することで、 都内全域に放送を届けられるようになるが、その分スピルオーバーが大規模に発生するとして、近隣県の独立放送局から反発を受けていた。過去に、秋葉原地区でテレビ塔建設の検討を行った際に、電波塔直下において、高感度の受信機では、ノイズ等が発生する恐れがあるが、建設中止の理由の一つであった。このため、東京スカイツリーでも、 同様の懸念がある。東京タワーと異なる場所になるため、テレビアンテナの向きを変える必要があるのではないかという質問が多数寄せられたが、総務省、日本放送協会技術部などの見解は問題なしである。2009年までのシミュレーションによると、スカイツリーに対して一番受信しづらい90度の向きであっても十分な電解強度が得られる。ただ、 ごく近隣での受信では減衰させるアッテネータを使用した方が安定する場合もある。アンテナの向きに関して総務省は情報通信審議会情報通信政策部会第42回地上デジタル放送推進に関する検討委員会1月16日開催において関東広域圏の地上デジタル放送のお役局が東京タワーから 東京スカイツリーに移行することによる視聴者への影響はほとんどないであろうとの見解を示した。東京23区内は電波の強度が強く、アンテナが東京スカイツリーに向いていなくても地上デジタル放送の番組を視聴できる可能性が高く、また東京タワーや東京スカイツリーから離れている地域については位置関係が相対的に変わらないため、 視聴者に与える影響は、ほぼないだろうとの見方が示されていた。しかし、実際には口術のような電波障害が発生し、移行スケジュールに大きな遅れが生じた。東京スカイツリーができることにより多くの観光客が、当地を訪れ、地元の商業が活性化することが期待できる。しかし、テナントを募集する際は、 地元の商店を優先した者の,の家賃が高いことから一軒も入らないことに決まった。結果、東京スカイツリーには大規模な商業施設が併設され、短期的に見ると地元商店街を圧迫する恐れが大きい。長期的に見ると、日本において過去に建設された多くの観光タワーや観光施設としてのテーマパークはその価値の低下。 チンプ化により、オープンから時間が経つにつれ入場客が減少している。入場者の安定的な確保には、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーを含む東京ディズニーリゾートのような、巨額の再投資が必要であるがその費用が十分、確保されていないことから、タワー自身の観光的価値に多くを依存することは、大きな経営的リスクを伴うと指摘されている。 2018年に入り、入場者数が年々減少している背景から、2019年4月から、団体予約客の料金引き下げ方針を発表した。この他に、スカイツリータウンの入場者数も、開業年の4476万人から3078万人に減少している。周辺地域では、東京スカイツリーを訪れた、多数の観光客、 見物客による違法駐車、ゴミのポイ捨て、立ち小便、深夜、早朝の騒音、交通渋滞、歩きタバコなども問題となっている。タワー本体に風が当たり風切り音が騒音となるとも言われる。電磁波による人体への影響についての医学的研究は途上であるが、電磁波により周辺住民が電磁波過敏症を発症するリスクが高まる。 可能性が指摘されている。また電磁波によって、電磁障害が起き、コンピュータ等に影響を与える懸念も指摘されている。2010年2月から3月にかけて300メートル前後まで、4月17日には、約350メートルの高さとなったが、この時東京に降雪があり、タワー上部に積もったり付着した雪の型、または、塊の落下が見られた。 このため、降雪時には、事務所内に、対策本部を設けている。2012年1月下旬にも落雪が原因と思われる被害が、半径200メートル以内に出た。同等は、構造上は、円筒状の柱が、上下斜めになっていて、雪が積もりにくいが、その材質が、金属のため、外気温の変化を受けやすい。さらに展望台は、雪が積もりやすく、 高い位置に長時間積もった雪は氷のように固くなりやすいことから大きな塊が落ちた場合に備えて2012年2月11日と12日には東武タワーと大林組は通行人に落雪への注意を呼びかけた。また東武タワーは同被害に対し賠償に応じている。2012年末までに 地上150メートル以上から最長部634メートルの間に計45台へとカメラを増設し、積雪状況を監視して、地上の約60人の警備員が歩行者や住民に落雪の注意喚起を行う。2013年1月15日には直径20センチメートル以上の雪解が何度も落下し、一部では規制線が張られ、また民家の屋根に 穴が開くなどの被害が4件発生した。このように、スカイツリーは、開業前から、落雪問題が、しばしば指摘されてきたが、開業以降は、強風問題も浮上している。開業初日には、早くも暴風雨によりエレベーターの運行が一時、停止され、さらに第二展望台の営業を2時間以上早く、打ち切った。この日を含め、2012年度は、 展望台の営業を25日休止した。2013年度は展望台の営業を40日休止したことが響き、スカイツリーの年間来場者実績は約619万人と想定より25万人下回った。茨城県霞ヶ浦市で視聴されるテレビは東京タワーからの電波を受信していたが、東京スカイツリーからの電波と干渉してしまって、 電波が受信しづらくなってしまう地域があるため、東京スカイツリーによる電波障害を市民に注意喚起していた。前述の通り、東京タワーから東京スカイツリーへの移転により電波障害は発生しにくいと考えられており、在京テレビ6社の切り替えは2013年1月頃を予定していたが2012年7月から10月の間に深夜、 東京タワーからの送信を止め、東京スカイツリーから送信する試験電波による視聴者参加のモニター調査を行った結果、集合住宅で10.5%、小建て住宅で11%の世帯が電波を正しく受信できないことが分かった。原因として、アンテナの向きの問題や室内アンテナの使用、強電解エリアにおいて設置されている。 受信ブースターによって電波が増幅され強すぎることで、正しく受信できない問題等が挙げられた。受信障害は、地域的な偏在ではなく、設置状況に応じて天井に散在しており、試算では、関東1都6県約1500万世帯、事業所のうち、 約16万件に影響すると判明し、予想以上の受信障害への対策のために、機能移転が遅れる見通しであると、NHK 会長、松本正幸は2012年11月1日の記者会見で明らかにした。このために2012年12月22日から、東京スカイツリーからの電波の受信確認を促す、東京スカイツリー受信確認テストの放送を、 在京テレビ6社で開始、問題がある場合には、東京スカイツリー移行推進センターに相談するよう、呼びかけ、計100億円を負担して、各家庭のアンテナ調整や交換など、受信障害回避の対策を行うこととなった。また、当該在京テレビ6社以外の放送局の受信に、影響が出た場合にも移行推進センターで、対応している。 この問題により機能移転は2013年5月1日に変更するとし、その後、同年5月末頃へと変更された。その後、受診確認テストを繰り返した結果、視聴者からの相談件数が減少した応工事の目処がついたことから総務省と協議を行い、2013年5月24日に総務大臣、新藤義孝が今後の試験放送で、 受診障害が急増しないことや各局が移転後も受診対策に万全を期すことを条件として同年5月31日にスカイツリーへの移転を容認すると表明し在京テレビ6社も正式に同日の移転を行うと発表したそして同年5月31日9時にスカイツリーからの放送に移行したなお 同年3月31日時点で164,251件の相談があり71,516件に対策が必要なことが判明し、同年5月28日までの要対策件数は125,400世帯であった。さらに、同年5月31日9時の完全移行後、スカイツリーの地元である墨田、台東、 江戸川3区のケーブルテレビを受信している約2200世帯で古くなった端子やケーブルにスカイツリーからの強い電波が干渉したことが原因で画面が乱れたり何も映らないなどの受信障害が発生した。また、同日9時から22時までに受信相談コールセンターに17,792件の相談があり、 同年5月31日から同年6月4日までの間で新たに27,647件の受信障害が判明したことが発表されている。東京スカイツリーは建設中の時点から大変な注目度があり、新たな東京のシンボルとして様々な小説や映像作品に登場している。ただし、直接登場することもあれば単なる背景として、 登場することもあるなど作品数だけでも大変多いため割愛している。また東京タワーと違って東京スカイツリーは商標名に当たることから東部タワースカイツリーの許諾が必要となるため名称が使えない場合は言及を避けるほか東京スカイタワーなどのように名称を変更して登場させるケースも見られる。東京タワーが 多くの特撮映画や特撮テレビドラマで怪獣によって倒されるなどの被害を被っているためか近年の怪獣などを扱った小説や漫画アニメなどでは東京タワーに代わる東京のランドマークとして東京スカイツリーが怪獣の攻撃を受けるという作品が多いなお東京スカイツリーが登場する特撮作品自体は川崎みのる監督の デンエースやスーパー戦隊シリーズの、機械戦隊、前回ジャーといった一部の作品があるのみで、数は少ない。2019年7月26日に、劇場公開された、特撮映画、劇場版仮面ライダージオーオーバークオーツァーでは、平成時代よりセットして一からやり直そうとする、クオーツァーにより、平成に生まれた人間や、物品すべてが、 空中の時空の穴に飲み込まれていき、ついには東京スカイツリーまでもが根元で折れて吸い込まれていくが、東京タワーは昭和に作られたために無事だった。スタッフも、この展開にはさすがに躊躇したようで吸い込んでいいのかを、東京スカイツリー側に問い合わせてみたところ、壊れて折れる分には問題ないようで怪物に変わったりとかしなければ OK ですと、返答されたという。なお、 特撮テレビドラマ、ウルトラキュダークファンタジーには高さ666メートルの第2東京タワーという電波塔が登場して、レキューム人の攻撃を受けているが、作品自体は東京スカイツリーの建造が始まる4年前に制作されたものである。バスタ新宿、土ケー方面は、経路変更に伴い2019年2月28日を、もって、 東京スカイツリータウン前に停車しなくなった。その後、廃止となっている。歌川国吉作、塔と三つまたの図。左側奥に描かれた塔が180年後に作られた東京スカイツリーに似ていると話題を呼んだ。ありがとうございます。